will present you wise represent man's you words today by、Einstein、賢者の言葉、アインシュタイン。アインシュタインの言葉を集めてみました。アインシュタインという方はですね、 えーまあ、こうして、まあ、いろんな言葉を残しているわけですけども、えー、言葉が残っているというよりも、ですね、まあ、こまめにこまめにこの手紙に対して返事を書く人だったようですね。私の恩師の、まあ、T 先生もですねプリントン大学に留学しているときにです、ね、アインシュタインにこう手紙を書くんですね。まあ、そのプリントン大学でアインシュタインは亡くなるんですけども、T 先生もプリントン大学に留学なさっておられましてね、そしたらアインシュタインから返事が来て、その手紙がですねあの T 先生の今に、あの額縁に入れて語って、 結局、その先生の返事の中では、強小な、強小ということはね、幅の狭い、心の狭い、ナショナリズムというのは危険であるよということを書いてあるわけですけどもね、まあそういったふうに、まあアインシュタインという方はですね、いろんな方にいろんな返事を書く、手紙を書くことによって、こうした言葉を残したんでしょうね。またそうした言葉をね、まあ後世の私たちが拾い集めて、こうした語録としたということになるわけです。えー、まあ これ,これらの言葉ですね、すでに私のビデオの中で紹介してきましたので、あの、まあ、ご存知の方も多いかと思います。で、今日は他の言葉をいろいろ探してみました。で、アインシュタインという方がですね、えー、他にどんな言葉を残しているかということを、まあ、今はね、簡単にも検索できる時代になりましたので、まあ、皆さんご存知のものも多いかと思いますけども、順に拾ってみます。どうかお読みください。 で、最初の言葉です。You have to learn the rules of the game, and then you have to play better than anyone else. まあ、当たり前のことを言ってるように見えますけどもね、まず、まあ、ゲームの規則を、あルールを学ばなければならないと。その次に、まあ、みんなよりね、上手にできることを学ばなければならない。ということは、裏を返して言いますとですね、まあ、何か、 学ぶ人、まあ、学ぶためにはですね、あれみんなよりうまくやるためには、まず基礎をしっかり作っておけというふうにも解釈できるわけですよね。まあ、そういうふうに解釈するんじゃないのかなと思いますけどもね。いわゆるその、まずその基礎を学べと。まあ、基礎を作れという意味ですよね。それも教育の役目になるわけですけども。で、みんなよりうまくできるってことはその次にやることなんだと。まあ、それはそういうふうに解釈できるわけですけどもね。例えばその、 えーまあ、ちょっとあの話、硬い話になって恐縮なんですけども、私は放科の出身ですけども、まあ、あの当時北陸三県に法学部というのは人しかありませんでしたのでね、まあ、大変重宝と言いますか、貴重な存在として扱われたわけですけども、そうしたまあ法学っていうもの、法律の学,学問、ね、を通して今皆さんにお伝えできることはですね、 えー、私たち、まあ、2年半、年、えー、法学部にいたわけですけども、2年半ね、あのー、こんなこと言うとおかしい話ですけども、例えば、例えばですよ、婚姻届けであるとか、離婚届けであるとかってというような、いわゆるまあ様式行為ですわね、まあ、いわゆるその書,類です書類を書くということですよね、そうしたものは一枚も見たことないんですよ。 あの、法律の勉強って言いますと、皆さんね、なんかそういうことばっかりやってるように思われるかもしれませんけど、実務的な勉強といのは一切し,しませんでしたね。まあ、とにかく理論、理論、哲学、哲学、理論、哲学、理論、哲学の繰り返しでしたね。で、たまには、もちろん、ロポゼン賞なんか引くこともありますけど、それは、あの、えー訴しえー、いわゆるその、民事訴訟法、刑事訴訟法の段階やら行政法の勉強なんか好けは、それを読んで、ある、ある時間の中ではね、そういったあの講義を受けるわけですけども、 でそ私たちにとって法律というのはそういうものなんですよ。まあ、ちょっと分かりにくい話になりましたけども、例えばですよ、A さんが B さんに金を貸したと。で、B さんはまあ借金ですよね。で、そうした場合、A さんと B さんの人間関係が良好であるならば、そんなのに時効なんてもともとないんですよ。手の10年経っても20年経ってもね、返すべきのものは返すんだと。あるいはその、えー、時効になったから請求できないとか、請求しないとおこうとか、そういうことではなくて、 やっぱりこの、なんて言いますか、人間、良好な人間関係においては、そうした法律、法律っていうのは、あの、入り込まないんですね。介在しないんです。しかしですね、それは何か問題になったと、かしか、あの、トラブルに起きたと、そういったときに法律っていうのは初めて、その、弱者を守る立場でですね、基本的には弱者を守る立場で発動するわけです。それが法律なんですね。それが魔法の哲学ということになるわけですよね。 でそれが私が言う、まあ私が、アインシュタンが言うルールということになるわけですよね。そうしたルールっていうものをしっかりと学んでおきなさいよと。で、それが、それからそのよ、りよ,りよりよくね、その、法律を運用するためにはどうしたらいいかとか、その次の問題であるというふうに解釈できるわけですよね。ところがですね、あの私、まあ、名前を出して恐縮なんですけども、行列のできる法律相談所っていうのはあのテレビ番組やりましたね。で、あれはまあ、作った方も、まあ、はっきり言って、それほど、あの、法律というものに、 知らなないい方が作っったんんじゃないかと思ってるんです例えばですね、例えばあのその前後ですよね、後ですよね、あの私がですね、教室で子供たちに向かってカメラのシャッター切りますよね、パチッと。そうした時に子供の方からです,、ね、子供の方からですよ、すかさず肖像権死がいって言うんですよね、あれ。もう本当に小学校の低学年時でもそうって言うんですよね。肖像権の死がいって言ってこう言うんですよね。それ待ちなさいってわけです。なわち、分かりつけますと、いわゆるその、 法律は先にあるわけではなくて、法律というのは何かトラブルがあったときに顔を出すものであって、日常の良好な人間関係の中では顔を出すものでもないし、顔を出させてはいけないし、顔,顔をですね、まあ、出すべきではないんですよ。先生が生徒の写真を撮るのに、まあ、それはいろんな目的で使うかもしれませんけれども、しかし、即肖像権の侵害でその子供に迷惑を がか,かる使いい方はしないはずなずんですよねそこに良好な人間関係があるからこそ写真撮りをいいよって言えばそれで済むはずなんですよ。それは私がですね、その写真を加工して、その子供に迷惑にかかるようなことがやって、そしてその子供に実際にね、いわゆる法的侵害と言いますか、その損害があった場合に初めて法律というのは顔を出すわけですよ。林博はその肖像権の侵害をしたということで、まあ、あのいわゆるその 紛争をですね、解消、解決するための手段として、法律が顔を出すわけですよね。ところが、最初に法律ありきっていうのが、まあ、あの行列のできる法律相談所っていうんですけども、あれはまあ、はっきり言います。何かしらのこう、司法試験だけを狙ってね、そして司法試験だけを公開するために、まあ、勉強した、すると、ああいうような法律の解釈の仕方になるんじゃないかなと思いますね。まあ、名前を出して恐縮なんですけども、あれ見てたときに、おかしいな、おかしいな、おかしいなと思って、私は見ていました。 つまり、法律というのは、良好な人間関係がある間、そしてまた良好な人間関係が続く間には顔を出すんじゃない、顔を出すべきものじゃないんですよ。で同じように、私はちょっとこう、話が飛んだかもしれませんけども、まず、そのルールを学ぶ,学ぶということはですね、いわゆるその、 アインシュタインが言う言葉ですよね、ルールを学ぶということは、そうしたら良好な人間関係が基本になって、そしてそういうとかは顔を出すべきものじゃないんだよという方角の、ね、精神を学んだ上で、その上で、まあその例えばその裁判になったりなんかしたときにですよ、あのいわゆるその、 弱者を救済する目的での法的手段としての、まあ、いわゆるその法律が顔を出すんだということを、まあ、言ってるんじゃないのかなと思いましたね。この文をさっと読んだときにそその、そういったことが頭の中パパッと横切りましたので、まあ、最初にそれを話しました。は、ま、じ、あ、めにルールをしっかり学びなさいということです。 そしてその上で、それは何でもそうですけどもね、基本,基本となる、まあ、あのアカデミックな方法でも何でもいいですその、方法論ですよね、を学んで、そしてその上で、えー、戦いなさいよというふうに私は解釈しました。で、次の文章がこの文章ということになるわけですけどもね、Look deep into nature and then you'll understand everything better. まず自然と言いますかね、ものの性質と言いますか、まあ、ひっくるめて自然というわけですけども、まずそれを深く見なさいよと。そして、あなたは全てをよりよく理解するでしょうと。まあ、そういうことなんでしょうね。このネイチャーを自然と訳すなのか、べきなのか、どうかでちょっと迷ってますけどもね、日本語では自然っていうふうに訳すわけですけども、えー、どうなんでしょうか。まあ、あのー 日本では自然を大事にしましょうとかって言いますけども、アラブなんかの国ではね、あの砂漠ですからね、自然って言いますと。ですから自然というのは脅威なんですよね。そして、ブラジルの人たちにとってはあの自然ですね、密林、ジャングルっていうのは、これは戦うべき相手であって、守るような相手じゃないんですよね。まあ、そういったその自然観っていうのは国によって違いますけどもね。まあ、この場合のアインシュタインが言ったネイチャーっていうのは、 何かななんてね、今考えてますけども、まああの、アインシュタインはそうした宇宙のね、あの真理を発見なさった方ですから、おそらく、まあ、物の性質、宇宙の性質っていうものをまず見なさいよと、深く見なさいよと、そうすればよりよく理解できますよというふうに解釈できますね。まあ、この確認はここまでにしておきます。Whoever is careless with the truth in small matters, 要するに、些細なことをねあの、見落とす人は、重要なことも見落とすよというふうに解釈できますよね。ですから、些細なことの中に重要な事実が隠されているんだよというふうに、まあ、アインシュタインが言ったように思いますね。それは、あのそうだと思いますがね、些細なこと。 身の回りの些細なことの中に実は重要なことが隠されているというふうにも解釈できるわけです。それはあのそう思いますね。あの、少し今、たまたま今日ですね、今、この、なぜこの動画を作っているかと言いますと、実はですね、今日あちこち行こうと思ったんですけども、ちょっとワイフの具合が悪かったもんですからね、あの今日は夕食にも行かないで家の中で。 あの家の中でというかあのこの後ね今ちょっと今様子聞きましたらあの多分気分よくなったって言ってるもんですから夜遅くなってから行動するかもしれませんけれどもともかくもあの今こうして家に引きこもっているわけですねで 今日から実は私、夏休みになりましてね、あの、これから一週間ほど夏休みもらもらったわけですけども、あの、好き勝手なことできるっていう、同時にですね、私は夏休みの間はあまりどこにも行かないで、家でじっとしてるんですよね。あの、どこ行っても人が、 いっぱいいますしね。それからあの旅館に泊まってもホテルに泊まっても料金高いですからね。ですから、いつも毎年そうですけど、正月、盆休みというのは、私はじっと家にいて、そして終わった途端に行動を開始するというのが私のやり方なんですけどもね。まあ,あ、そういうことの中で今日はたまたま今あのイエス、ダヴィンチ、レモナウドはですね、1500年後のイエスでやったというビデオを回もう一回編集してあの3時間ものになりましたけどね。それをあの 今、アップロードかけているところなんですよ。で、時間がまだこれで何時間もかかりますからね。私のうちの回線は、あの、はあの光通信じゃないものですから、アップロードに、まあ、普通の、あの、光通信の3、4倍もっとかかるかもしれませんね。あの、この前、光通信でやりましたら、あのス、スマート、スマートフォンの方がはるかに早いですからね、あれ。驚きましたね、あれ。まあ、あの、私のあの、そういう、まだハイテクなものは使ってませんので、時間待つしかありませんが、そうした時間を合いまでこうして、今、あの、 皆さんに、こう、えー、賢者の言葉をお届けしているわけですけども、要するに、まあ、今日、その、見た中でですね、最初に、あの、えー、いわゆるそのレ、初めは私ダ、ダヴィンチの描いた絵だと思ってたんですけども、ミケランジェンの描いたレプテュアリの群像っていうものをですね、その、今、アップロードしているビデオの中で冒頭に、こう、説明してあげたわけですけども、その、レプテュアリの群像の中に一文字があるって発見したのは、 これは偶然なんですね。あの、偶然ってことは、もちろん誰も私以前に発見した人はいませんので、あの、偶然発見したんですよ。何かこの絵の中に隠されているぞ。何か隠されているぞということで、その、見ましたらね、あの、棒を持ってる人と棒を持ってない人っているんですね、あの絵の中に。で、棒がおかしいな。なんでこんなところみんな棒をチラチラと持ってるんだろうな。しかもその棒がですね、みんな太さ、仕様が同じなんですね。で、その棒を延長してみましたら、前の前最前列の人の、ちょうど人に当たってたわけですね、線が。あですから、あ、これなんか、 ここに人がいるんだけど、何がおかしいなということで、7502、えー。750 2 7という数字を発見したわけです。で、一番向かって左側の数字が1か7か分かりませんでしたけども、7と判断すれば7、7、50、2、7というふうに並ぶということが分かったわけです。まあ、それで謎が解けたわけですけどもね。まあ、あの、ダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことになりますけども、6、7、5、2を足しますと合計20になるんですね。いわゆるシャマーシュの,、まあ、あるその数学とい数字になるわけです。20と言いますとシャマーシュの数字、はシャマーシュを 表あのリするわけですね。いわゆるその野球のあの選手の背番号と同じなんですよね？ 同じように、まあ、そういうところから発見した。そういった些細なところからに、まあ、非常に重要な、その、意味が隠されているということを、まあ、私は今はね、その、今、このアインシュタインの、えー、言葉を読んだときに、それを思い出しました。というのは、些細な、そういった事実の中に、実は謎が隠されて、いるそれがどん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 、まあ、あ糸口になりましてね、そして右下にいるのがダヴィンチである。花輪のね、冠を被っているのがダヴィンチであるということも発見しまして、えー、ザラザラザラと謎が解けていったわけです。 ですから、サザエなことの中に、えー、重要な謎が隠されて、いる。そして、まあ、結論、まあ、これは8期結論出して出しますけれども、ダヴィンチレオナルドというのは1500年後のイエスであったと。 まあそういうふうに結論が出てきたわけです。まあ、これは大変重要な、えー、重大な、まあまあ、結論でしてね、おそらく、まあ、こういうことを発表してますと、すぐ、すぐこう2チャンネルあたりでスレッドが立ちましてですね、林博氏の頭は、いよいよクルタなんてね、あの各人関、ずザずラらザラと出てくると思いますけども、まあ、もしそう思われるなら、えーた、たった今アップロードした、 ビデオ3時間ものですけども、この前のビデオですけどもね、もしよろしかったらご覧になってください。本当に重要な人間の歴史そのものを変える重大な事実がそこに隠されていたということですよね。ということで、まあ、アインシタインの言っているようにね、些細なことを粗末にする人は、重要な事実を気がつきませんよという意味、あるいは些細なことを大事にすればね、その中から、その向こうから重要な事実が見つかりますよというふうにも解釈できるということですね。 で次の確認、えー、に行きます。The difference between stupidity and genius g e n is u is that genius has its limits.、えー、いわゆる愚かさと天才の違いは何かと言いますと、それは天才というのは限界を持っている、限界を知っているとも訳しますけどもね、いわゆる愚かな人は 自分が愚かだと思ってませんからね、例えば人に例えて言いますとね、あのまあ、ここで言うステペディティいうことは愚かさというイコール人間のことなんですけどもね、いわゆるその、愚かさという物体はありませんのでね、まあ、要するに愚かな人というのは、あの自分が愚かだということは気がつかないんですよね。もっとはっ,かりはっきり言えばあ、利口な人から愚かな人はよくわかるんですよ。本当によくわかる。しかし、まあ、愚かな人からは利口な人がわからないんですよね。 自分と同じだという、その自分の範囲でものを考えますからね。しかしそれも相対的なもので、自分からは愚かな人はよくわかるかもしれませんけども、じゃあ自分自身が愚かだった場合にはわからないんですよね、これは。ですから、より高いレベルにいる人から見て、初めて自分という人間が愚かに見えるということなんですよね。ですから、俺人はみんな愚かに見えるぞ、だから俺は天才だなんて思ってると、いや、そんなことない。それもね相対的なもんでして、自分自身が愚かであった場合にはそれに気が付きませんからね。 しかし、まあ、お,おらかな人ってのはよくわかりますね。まあ、あの、センタの、岐阜岐阜の方のへね、ケ旅行に行ったんですけども、長々は鉄道に乗ったんですけどもね。で、その、七八人の、いわゆるその、おばちゃん、おじちゃん、おじちゃん一人でしたけどね、連中が、電車に乗ったんですけどもね、まだあの乗った頃には、ガラガラの状態で、まあ、それほど、 混んんででな,なかったんで後ろの方の座席に座ってね、通路を挟んで、右と左がギャーギャー、ガハハハ、ギャーギャー、ガハハハって、バカ笑いをしてるんですね。あれ、笑わなきゃいかんと思って笑うような笑い方でして、そうして大きな声で,で、私とワイフは一番前の席の方に移ったんですよ。あまりにも想像しい人たちだもんですからね。ね年は 70, 70歳から75歳前後の方だったちだと思いましたけども、 まあよくあれだけ電車の中でバカ笑い、バカ話、大声でギャーギャー、ギャラギャラ話ができるもんだなと思ってましたけども、まああの人たちあの人たち自分が愚かだとは思ってませんでしょうね。それが旅の仕方であり、旅の楽しみ方であるというふうに考えているかもしれませんけども、えらい旗迷惑ですわね。ですからまああの、旗迷惑というか、中にはですよ、まあ、静かなね、あの旅情といいますか、風景を楽しみながら行きたいな、なんてね、思ってる人もいるわけですからね。 ですから、そういう人たちの気持ちを考えると、やっぱりああいうふうに騒ぐもんじゃないなというふうに思いましたけどもね。やっぱり、そう、まあ、だからといってかかの、その人たちが愚かな人たちということになりませんけども、少なくとも、まあ、ね、賢い人ではないですよね。まあ、そう言ってはいけないのかな。そんなふうに決めてかかってはいけないかもしれませんけども、あの、ちょっと残念な風景でしたね。まあ、ですから、なんていうかな、あの、 もうそれ以上ちょっと際どい話ですからね、えー、私もいつも電,話中電車の中でギャーギャー騒いでる方をグミだなんて中にいらっしゃるかもしれませんけどもやっぱりあの迷惑をかけるかかけないかっていう、まあ、あの立場で考えるならやっぱりあのやっぱり創造しい人、騒がしい人大声で ギャーギャー騒いでる人っていうのは、やっぱりみんなに迷惑をかける方の立場ですからね、少しは遠慮っぽくならないとまずいんじゃないのかなと思いますね。要するに、えー、愚かな人っていうのは自分の限界を知らないんだと。しかし、天才っていうのは自分の限界を知ってるからこそ天才なんだよと。逆に言いますと、まあ、あの自分の限界が分かれば分かるほど、というまあ、逆に言いますとね、天才であればあるほど自分の限界が分かるということじゃないでしょうか。それがあの、まあ、エンシュタインの気持ち 私にはまあただアインシュタインがそう言ってるからあそうなのかなって思う程度ですけどねというのは私自身も愚かな人間なのかもしれませんしね。 たまたま、あの、今、あの、この、えー、アップロードしてちょっと時間ありましたの、ね、で、その間、あちこちのニュースを披露読みしたんですけども、あの、老人ホームには、あの、2種類の、あの、老人がいるそうですね。まあ、私もやがてそういうところをお世話になるんですけども、やっぱりこの集団でね、5、6人でギャーギャーって、まあ、騒いだり、一緒に行動してる、まあ、いつもそういったグループの人と、いつも一人でポツンとして、静かにこの老後を過ごしている人と、2種類の人に分かれるんだそうですね。 で大体大雑把に見てね。で、なんとなくこう、まあ、日本人的な、まあ、集団意識の強い日本人から見ますと、いわゆるその集団で5、6人で、わーわーわーやってる方が、まあ、なんて言いますか、あのー、なんて言いますか、優れた人というか、まあ、あのー、いわゆるその、好ましい老人像というふうに考えがちですけども、その、その、寄稿してた社会学者はですね、逆のこと書いてましたね。 むしろ老人になったら、一人で行動し、一人で考えて、そして一人で自分の幸福を追求していくタイプの方が素晴らしいんだと。またそういったその老人になるためには、なるためにはもうやっぱり私がいつも言ってるようにね、40歳ぐらいから統合性ですね、の問題、いわゆるその自分は何をすべきかということを徐々に準備して、そして老後を迎えた方がいいんだよということを、やっぱりコラムの中で書いていらっしゃいましたけどもね。 まあ、あのですから、好ましい老人というのは、やっぱり若い人たちの手本見本になることがあの好ましい老人ですからね。ですから、逆に言いますと、集団作ってわわわわやってる人は、それなりに社会性があり、好ましい老人に見えるかもしれませんけれども、それはある意味で、まあ、ある意味でですよ、あの全部は全部じゃないでしょうけども、好ましくない老人である、イコール、まあ、なんて言いますか。 まあ、はっきり言えば、アインシュタインの言葉を借りる、借りるならばですね、ヒシュピリティの現れじゃないかということになるわけですね。ですから、やっぱり自分でかあの考える時間、そして、えー、自分で、その、自分で何、何をすべきかと知ってて、そしてそれを若い人に伝えていくという老人の方が、まあ、好ましいということじゃないでしょうかね。またそういったその言い方をしないと、あの、 まあね、あの、わーわーわーと自分一人や孤,孤独じゃどうにもならないから、みんなの中で自分を埋没させて生きていくというのは、ある意味で、まあ、せっかく一回しかない人生ですからね。まあ、それ以上のことはちょっと、やはり際どい問題になりますからね。こうしたその際どい問題になりますと、私も言葉がね、あの、重くなりますけども、あ言葉が重くなるというかね、あの、口が重くなりますけども、あのー、どうなんでしょうか。まあ、その社会学者の先生はそのように書いていらっしゃいましたね。あのー、やっぱりこの、 いわゆる、その、それなりのね、老人なら老人なりにね、それなりのものを持っていて、若い人たちに伝えることができるような立場にならなきゃダメだよと。そういった意味で、一人で行動している老人の方がね、もちろん引きこもりたかなんかで困りますけどもね、あるいは集団に問いかけようもないということありますけど、それは小学生、中学生の話でしてね、人生をしっかりと終えてきた老人に使う言葉ではないですよね。またそういった、その、よく言われますよね、あのー、 こまあ、私なんかもそうですけども、あのもうこの年になりますと、もう新しい人間関係でね。 まあ苦労するぐらいならまあ自分の人生の総決算ですからやはり自分にとってまあ居心地のいい人と付き合ってそしてその中で自分を深めていく自分の世界を広めていくっていうことが大事ですね若い時のようにいろんな人と付き合いなさいよとそして世間を広めなさいよとそしてそのいわゆるその人間関係をいろいろと幅広いネッにネットを作ってねえ広げていった方がいいですよっていうような人生観はもうもう ごめんとは言いませんけども、もう必要ないというか、そんなことする人いる暇がありませんのでね。まあ、あの、ということなんです。まあ、これ、ちょっとこの話をちょっと、私自身のね、直接、直接的な問題と関わってきますので、ここまでにしておきます。次の格言に行きます。えー、今日はですね、実は8月8日、現在時刻は7時34分ですけど、本当に数分前から、 花火がね、上がるようになりました。私の近くにサナルコという、まあ、湖があるんですけどもえ、今日はサナルコの花火大会なんですね。しかしまあちょっとワイフが具合悪いもんですから、まあ今日はもう少し様子を見て、後で、えー、花火大会に終わり頃行くかもしれません。その中にまあ今日次の確認ですけども、Everyone should be respected as an individual, but not idolized と。あね、あのー、 誰もがね、あの、個人として尊敬されるべきだと。しかし、決して偶像化、偶、わる偶像化してはいけないと。そういうふうに、まあ、アインシュタインは言ってるわけですね。個人としては尊敬されなきゃいけない。尊敬されるってことは大事なことなんだけども、まあ、個人としてね、しかし、偶像化してはいけないと。いわゆるその、えー ちょっとね、ドン、ドンと音がね、雑音のように入りますけども、まあ、この今日は嫌にこう近くで音が聞こえますけどもねああ、窓が全部開けっぱなしのせいかもしれません。この続くビデオの前に、なんていうか、格言の前にドアを閉めて窓を閉めていきます、まあ。ですからちょっとドカン、ドカンと音が入るかもしれませんが、ああ、花火が鳴ってるんだなっていうふうに思ってくださいね。この偶像化っていうのは怖いですね。あのいわゆるその頭の中でですね、まあ、受け取る、情報を受け取る側がですね、頭の中でそのいろんな人のその人のこう人物像を作り上げてしまうんですね。 あのそしてその中で、まあ、こうであったに違いない、ああであったに違いないという、まあ、憶測と期待とね、そうしたものを入りじあのごちゃ混ぜにして、その人の、えー、別の像を作ってしまう。それを偶像化っていうわけですけどもね。まあ、良い例が、あの、いわゆるテレビのタレント,レントさんなんかそうですよね、あれ。私は、あの、今から30、そうですね、5年ぐらい前に、30年ぐらい前だったから5年ぐらい前にですね、あの、東急という東京にデパートがあるんですけども、そこで、あの、 えー、東洋医学の講座を持ってましてね、そしてわ私とあの和田なんとかという若い、私より若いって、ちょっとと同じぐらいかな、同じぐらいでしたね、和田なんとかというあの送信法のね、あのー、指導をしてる。 有名なね、あの先生がいらっしゃいまして、その息子さんの和田なんとかという方、その方はですね、後で聞きましたら、例の日光123便でしたかね、で亡くなられてるそうですね。亡くなられたんですよ。まあ、あの、その方と二人で組んでですね、あの、東急デパートで、あの、講座講演をしたことがあるんですよ。まあ、それはあの、一週間ぶつづけてやったんですよ。 あの、午後1時から2時、3時頃までが私で、3時から5時までが和田先生のっていう形で、1週間ほど連あの毎日その東,東京に泊まったり通ったりしましてね、そしてその、私の方は東洋医学、いわゆる漢方ですよね、の講座をしまして、そして和田先生は送信法のね、あの、講座をしたことがあるんですね。で、その時にですね、あの、まあその、 その時に、一週間、そのやったんですけど、その時に司会をしてくれた方が、これはちょっと名前出せないんですけども、ま、X さんとしておきますね。あの、お笑いタレントの方でですね、ま、そういった、その、方でしてね、で、面白おかしく、こう、司会をしてくださったんですよね。で、その時はその X さんという方は、全然、ま、無名と言いますか、あの、私たちももちろん無名でしたけどもね、和田先生は、あの、かなり、お父さんのコードでね、和田送信法という、ま、方で、 あの有名な方だったんで、名前を知られていましたけども、その X さんという方は全然名前を知られてなかったんですよ。で、その方がですね、あのあそこに御殿場に住んでらっしゃったんですね。ですから、私はですね、当時、ああののま東京から浜松までですね、ままああのいろいろことありまして、送り迎えをしてもらってたんですよ、車で。 ある方にね。で、その、送り迎えをしてもらってて、それで帰りにですね、あの、その X さんと知り合いになりましてね、あの、知り合ってからも当然知り合いになったわけですけども、あの、後ろはどこですか御殿場ですって感じでね。で、私は、私はあの、透明を通ってまっ直ぐ帰れば早いんですけども、じゃあ御殿場なら一緒に乗っていきましょうかって言ってね、あの、一緒に乗って、車に乗って、何とか帰ったことあるんですよ。で、その時に、まあ、 車、よく覚えてませんけども、御殿場あたりで、透明から外れてですね、そしてその、その X さんの家まで寄って行ったことがあるんですよね。で、まあ、まあ、当時はですね、X さんの家も小さな家で、あの、 目立たないうちだったんですけどもね。それでまあ、さよならって感じで別れたことなんかもあるんですけども。それで、その、エクさんがですね、まあ、印象残ってるのは、車の中で私を見てですね、林さんはいの、まあ、ジブディオロもなんですけどもね、素晴らしいですね、偉いですね、素晴らしいですね、ってことをさかに言ってたんですよ。で、私はまあ、まだその、その時まだね、あの、20代でしたからね、後半でしたから、そんなもんじゃないんだけどな、と思ってたんですけども。要するに、その、エクさんがその後ですね、あの、メキメキメキっと有名になりましてね、まあ、名前を出せば、あ、あの人かって分かる。 あしかしまあ私はその何て言いますかそれで X さんがそういう風にねまあ有名になられたことをあれはテレビにねもっ出っぱなしでいるようになりましたからあのよかったなって思ってましたけどもそういう時にやっぱり私が知っている X さんと まあ車の中でね、一緒に話していろんな悩みを聞いたり、話したりした覚えがあるものですから。と、それから世間で作られている X さんっていうのが全然こう違うんだなということを見てですね、その時初めてこの偶像化という言葉をやっぱり学びましたね。やっぱりあの観客の方はですね、あれは視聴者、テレビの視聴者の方は、X さんに対して面白くておかしくてね、いわゆるその明るい方で、そのね、能天気な方で、ヘラヘラしてというふうにまあ捉え はいいたみたみですねしかし私が知っている X さんというのは全然違ったタイプの人で、えー、そうじゃないんだけどななんて思って見てたことがその後しばらくまたあのそれからまあ10年か15年経ってだん,だん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 ね人気がなくなりまして今でも時々まあテレビに出られてでるのでその後の焦燥が知りませんけどもそういったまあ、あの付き合いの中でまあ これちょっとあまり具体的なしすぎますので、ちょっとこれもやっぱり際どいてかなと思いますけどね。要するに、その X さんという方がですね、ああ視聴者の中でですね、偶像化されていくっていうのを私はあの時系列的にね、いわゆる時間を追いながら見てたもんですから、そういうもんじゃないんだけどな、というふうにまあ思いましたね。で、まあ,あ、あまり関係ないかな。 まあ要するに、偶像化っていうのは、あのー、良くないということは、アインシュタインが言うのはね、偶像化される方も困るんですよね。私は違うんだよ。違う人間なんだよ。っていくら思っても、相手の方がそれを許してくれないということは、非常に心苦しいというか、心苦しいといか、あのー、厳しいですね。厳しいということは。あのー、居心地が悪いですね。ですから、り、偶像化は、あのーそ、そ、そんな人間みんな違うわけじゃありませんのでね、私、あなた、それが彼や彼女、みんな同じなんですよ。 まあ多少その。 方向性が違ってね、進むべき方向性が20代、30代の頃に分かれて、そして方向性が違って、結果として違った人間にはなるかもしれませんけども、尊敬されるか尊敬されないかと,いとなれば、どんな人だって尊敬されるべきだと思いますよ。しかしまあ,あの、尊敬するのはいいんだけども、偶像化しちゃいけないんだということになるわけですね。そういった意味で、えー、アインシュタインはその偶像化に苦しんでいた方の一人じゃないのかなと思いますね。アインシュタインは天才だ、天才だ、素晴らしいって,言ってみんながわわわさんうもんですから、自分は違うんだよ、普通の人間なんだよ、違うんだよってこと。 思ってたのかもしれませんねですから尊敬されるのはいいんだけどもグザグザ化するだけやめてくれということでこの格言を作ったんじゃないのかなって言うして、まあ、今読んでる時にそう思いました、えー、ちょっと今日今さ話の中で関係のない話しましたけどもごめんなさいね、えー、じゃあ次の格言に行きますこの格言は以前もどこかで取り上げたような気がします Try not to become a man of success But rather try to become a man of value 成功者になろうと思うなよと。ね、価値ある人にな,なろうと思えよと。成功者になろうと思うなよと。ね、価値ある人になろうとしなさいよと。まあ、その通りのことを言ってるわけですけどもね、アインシュタイム難しいことを言ってるわけじゃなくて。しかし、あのー、この日本っていうのはちょっと嫌な国になってきましたね。昨日はですね、実はあのワイフの時計が動かなくなったものですから、 あの簡単な時計だったら私があの電池交換できるんですけども、あの後ろがこうなってますよ、ギアになってるのは時計ありますね、あれは特殊な工具がないとわからないんですよ。それでまあ,あの、もともと2、3000円の安,安物の時計なんですけども、あのまあ、近くの、ね、ショッピングセンター行って、まあ、そのじゃあ新しいの買いないよと、まあ、1万か2万でいいから、まあきち、きちんとしたもの買った方がいいよって,言って時計屋行ったんですね。 それで、一軒しか時計がなくてですね、大きな大きなショッピングセンターなんですけども。まあ、見てびっくり、もう、一桁違うんじゃないかと二桁違うのかな ?14 万円とか13万円とかっていう時計が、ずら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 並んでるんですね。ですから、そういった1万円、2万円の時計なんてもう売ってないんですね、今ね。で、まあ、これじゃ買えないや、と思いましてね。そして、ワイフがですね、あの、奥の方の、売り場の方を持って行ってね、時計の電池交換していただけますかって聞きましたらね。 そっち切ります。あの、やんわりと拒否されましたね。その拒否の仕方がまたちょっと変わってるんですね。交換には2、3時間かかりますって言うんですよ。そんなバカなはずはないんですよ。裏の蓋開けて、で、小さいボタン電池入れ替えるだけでしょ。2、3時間もかかるわけないんですよ。で、まあ、ワイフがあなた2、3時間もかかるんだって、なんて言ったときに、なんとも言えない寂しさがあの胸を塞ぎましたね。 まあ、こ,こ,のここの店員さんもそうなのかなと思ってね、あのいわゆるそ,のそうした、いわゆるの目の玉が飛び出るような高級,高級品を売ってるような、なんでもいいです。店へ行ってみて、あのちょっとショッピングウィンドウを覗いてみてください。そうしますとね、あの面白いですねあの。店員さんっていうのは必ずは視,点視線を落として、まず靴とか下からずっとこう体を見上げて、私たちを観察しますね。 あの服装を見るんですよ。で、金持ちの人か、えー、金持ちの人じゃないかということも瞬間に見分けるわけです。それは、あの、公共ホテルもそうですね。あのー、いわゆるその、はじめにあの、荷物なんか部屋持っててくれますでしょ。あの瞬間にも、まあ、いろんなこと観察されるんですけどもね、あの、普通のそのショ、あの店の店員さんたちとは視線が違いますね。あのー、目の動かし方が。 もう、カバンの見たり、持ち物見たりということを、チラ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 とまあ見て判断してるなんて、逆に私の方はそれわかりますからね。そういった意味では、鋭い人間になりましたからね。あれは鋭い人間ですからね。もうすぐその観察力っていうのは働く、観察眼っていうのは働くわけで、ああ、この人はね、そういったもので人を判断してるなってことはわかるんですけども。私は嫌な目を見たなっていうのは、なんていうか人間をですね、そうした見栄えで、 えー、いわゆるその持ち物で判断する、そして、まあ、はっきり言えば貧乏人を相手にしないよっていう感じの,の態度を露骨に出すというのは嫌な国ですね。あのー、日本は素晴らしい国だって言いますけども、まあ、確かに素晴らしいですよ。しかし、まあ、そういった嫌な面も、あの、やっぱりこの、はい、ありますね。で、ね、ボロは生きてても心は錦っていうような生き様がね、つらにくい、貫きに、貫くい、 つらい。え、なんて言いますか。ちょっとこう、今ね、頭をぼーっとしまして、あの、外のやっぱり花火の音が気になりましてね、今、あの、ドアを閉めに行こうと思ったんですけど、ちょっと、あ、そうだと思ってやめたもんで、ごめんなさいね。あの、貫くのが大変難しい国だということですね。 しかし、大切なことは、ボロは着てても心は二色台っていう言い方の方が素晴らしいですしね。またそうした人たちが生きやすい世界、生きやすまあ,あ、を作らなくちゃいけないんですね。ですから、あインシはこう言ったわけですね。成功者になるよりも、そんなことはなろうと思っちゃいけないよと。価値ある人になりなさいよと。 それを目指しなさいよってことですよね。自分がどうあるべきかってことは、まあ、あの、若い人は特にそうでしょうけどもね、成功者になるってことじゃなくて、自分が価値ある人間になる。それは価値ある人間っていう意味は、それは普遍的な意味でね、会社の中で価値があるとか、商売で価値があるとか、いわゆるその仕事の上で価値があるとかって、そういうことではなくて、普遍的な意味で価値のある人間になりなさいよっていうふうに私は言ったと思います。それがそういうこと、そういったその老後をくれたアインシュタインは、まあ、ラッキーだったなと思いますね。 まあそういう意味では、まあ、立場は違いますけども、本当にアインシュタインの1万分の1、100万分の1でもいいから、ちょっとしたこの部分をね、同じようにかじってみたいなというふうに私は考えています。まあ、いい言葉ですね、成功者になるんじゃないんだよと、ね、あの価値ある人間になりなさいよと、同じようなことは、宝島のスティーブンソンも言ってますね、私の好きな言葉ですけども、あの宝島の中で言ってますね、我らが目的は成功することではないんだと。 失敗にめげず前に進むことであるということを、まああの、スティーブンソンはねあの、ニューヨーク、アメリカで行って、それから、まあ、作家で成功して、そしてあの南太平洋のところから島へ行くんでしょそしてそこで宝島、その前に発表するのかなそ,の、ね、そしてそのまあ最後そこで最後自分の生涯を終えるわけですけども、そうした言葉を残してますね。えー、大切なことはですね、成功することじゃないんだと。ね、あの失敗にめげず前に進むことである。 なるほどね。ということで、私は、私この言葉大好きでしてね、常に私は常にそう思っています。自己弁護的に聞こえるかも、弁解的に聞こえるかもしれませんけども、ね、あの、笑いの目的は、目的はですよ、目的は成功することではないんだと、失敗にめげず、懲りないで懲りないで前に進むということですね。では、次の確認に行きます。あのー、や今ね、ドカン。 とカンと音がやっぱり聞こえますかあの、時々入る、今日この音はきっと拾っちゃうんじゃないのかなと思いますけどね、マイクで。あのー、花火っていうのは私は、あの、あまり目的、意味がわからないんですよ、実は。あのー、なんであんなものをやるかなって、正直にはそう思うときはいつもありますね。いつもというか、いつも花火見ながら、なんでこんなものを見るのかななんて思いますがね、派手にやればやるほどいいんだなっていうことを言いますけども、だからそれがどうしたのっていう部分で繋がっていかないんですよね。 で私もあの愛知万博の時に、まあ、一緒に仕事をさせていただいた方がですね、あのー、東京のほら、玉や鍵やっていうのがありますね、あの花部屋さん。その中の一つの、あのーまあ、女、若い、本当に私よりも20歳近く、25、6歳若いね、素敵な 方だその方が社長さんなさってましたのでねで、その方と一緒に仕事をするようになってから、花火に対する批判というのはやめたんですよ。これはまた私もね、批判ということは、まああのいい、いい方だってね、いろいろお世話になったもんですから、お世話になったというか、あの素敵な人だなと思,思いました、ね、しかしねあの昔、私、子供の頃にね、あの花火大会が、まあ、私の教義でもあるんですよねでその後ね。 あの、近くの山へ行きますとね、花火が上がった。やっぱり小鳥がね、死んでるんですね。あの、夜中に、ボン、ボンってやられるんですか当てて、飛んで、それで木で頭ぶつけて、あの、しあの落ちるのかどうか知りませんけども、あの、あちこちにパタパタパタとこう、小鳥が死んでるのを見てね、やっぱり花火っていうのも罪なもんだなと。まあ、浜松市は割と街の中ですけども、田舎の方でドカーン、ドカーンってやれば、野生の動物たちは怯えて、怖がるでしょうね。 まあ人間の,その身,身勝手さの象徴のようなものがね、花火でしてね、まあ、それがいいか悪いかって,って、まあ、考えると、私はあんまり、はい、もう少し遠慮した方がいいんじゃないかなと思いますがね、ああのまあ、時間を短縮するとか、あの派手にやればいいっていもんじゃないしね、派手な上がって綺麗だけれだって。 っていうようなものでもないような気がしますがね。まあ、それは私は、ごめんなさい、あんまり批判は、そういった批判はしない主義なもん主。主義というか、批判しながらね、そんなこと言っちゃいけませんけども。要するに、このアインシュタインが言ってるのはね、恋に落ちる重力に逆らうことはできないということを言ってるわけですね。それで、あの、アインシュタインという方は、まあ、履歴を、まあ、ちクっと呼びますとですね、まあ、常に、こう、女性に対して恋をしていた方みたいですね。まあ、はっきり言えば浮気男っぽい。 人だったような感じがしますね。ですから、恋に落ちる重力を、そのね、どう,しようはどうしようもないんだなんてね、アインシュタインらしい言葉で言ってますけども、まあ、そういうふうに思うときもあったのかなと。だって今、その彼のね、アインシュタインの言葉を見ながら、はい。恋に落ちるというのは重力だった。そ自然の説理だったわけですよ。ですから、それはもうどうしようもないんだと。だいわゆるそのいくら抵抗しても抵抗できるもんじゃないよっていう意味で、アインシュタインが言ったのかもしれませんね。まあ、どんなもんでしょうか。はい。 そうですね、えー。しかしまあ、それもね、ある年齢を超えますと、まあ、虚しいとは言いませんけども、なんであんなことばっかり一生懸命やってたのかなって思う時も来るんじゃないのかなと思いますね。ですから、まあ、これはアインシュタインの若い時の言葉じゃないのかなって、勝手にね、想像しますが、バネのアインシュタインはこんな風に思わなかったんじゃないのかななんてね、思いますが、いかがでしょうか。次に行きます。 まあ、インスタインはこう言ってるわけですね。learn from yesterday と、昨日から学べなさいよと。l i v e for today 今日のために生きなさいよと。hope for tomorrow と、明日のために希望を持ちなさいよと。明日希望を持ちなさいよっていう意味がなな。明日に向かって希望を持ちなさいよっていうふうにも解釈できますね。The important thing is not to stop. これあのね、これ、これ有名な言葉なんですね。重要なことは問うことをやめないことだと。その前にこの2行があったことを私は知りませんでした。 まあ、いわゆるその重要なことは問うことをやめないことだと、常に問い続けなさいよと。そしてその前に、learn from yesterday と、live for today と、hope for tomorrow と、そういうふうに言ってるわけですね。昨日から、いわゆる昨日までのいろんな、まあ、試行錯誤、失敗、経験からいろんなことを学びなさいよと。そして、そのため、まあ今日を、今日のために行きなさいと。今日は今日でね、明日のことをくよくしても仕方ないし、昨日のことをくよくしても仕方ないから、今日は今日でね、行きなさいよと。 そして、足に向かっては希望を持ちなさいよと。朝は今日よりも良くなるんだという、えー、希望を持ちなさいよというのが、まあ、あのアンシャの言葉ですね。そして、重要なことは、えー、問うことをやめないことですよと。まあ、そういうことなんですね。えー、重要なことは、問うことをやめないことですよと。まあ、常に問い続けるということですよね、えー。これはやっぱり重要ですね。自分は完成された人間だと言って、豪ゴ語ーゴーして、うぬぼれてる人ほど何にも知りませんからね。えー、そういう人は、まあ、どうなんでしょうか あのー、一人ね、あのー、こういう方いらっしゃいましたね。私はその仏教をその勉強し尽くしたと、すべてをしたと。すなわち私は悟りを開いたんだっていうことをね、盛んに今から15、16年前に言ってましたけども。 その方やがて、その、ちょっとね、ボケ症状が始まりまして、いわゆる、例のの病気になりまして、あの、そういった症状が出てきたんですね。私の身の周りに、身の近く、身辺にいた方ですけどもね。えー、で、その人、その人を見てた時にね、私、なんだ、その人は、あの人はですね、ただボケただけだった、だけだったんだな、なんてね、後の人を思いましたけどもね。 ちょっと失礼で、その人、その方聞いたら怒るかな。まあ、あのー、要するに、その、盛んにそこって言ってたんですよ。まあ、2000年頃にね、私は悟り開いたんだっていうことでね、もう穏やかな顔してね、ニコ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 ,ニコ笑って、いかにも私はできた人間でございますってな感じでね、人と接してたの、私にあってもそうだったんですよ。本当にこう、おおらかな感じでね、あのー、素晴らしい人に見えましたね、やっぱり正直言って。しかし、まあ、その後すぐね、あのー、まあ、そういったういうの病気になられまして、えー、最近聞きましたら、もう全然もう、 ね、家族の顔も分からなくなってしまったよって話を聞いてますけども、あでまああのね、親戚の方が集まって、そして、まああのー、最後のお別れ会をするなら今のうちですよというような話をちょっと人づてに聞いたこともあります。まあ、要するにそういったになった時にですね、まあ、15年でまあ病気がそこまで進行したわけですけども、まあ、その頃とさ逆,逆にね、あのー そそこまでその15、6年前のその人の姿に立ち上っていくと、その人は悟りを開いたんじゃなくて、そしてまあ人間的に完成したの,にどううのではなくてね、まあはっきり言えば最初にあのアインシュタインが言ったようにね、愚かさ、まあ、愚か愚かさですよね、はっきり言って。まあ、愚かさ行く、認知症行く、愚かさと言われると、これまたつらい話なんですけどもね、そんなこと言ったら私だってね、明日、明後日からまた、 あ、またというか、その認知症が始まって愚かになっていく。確かにそうですね。認知症になるということは愚かになっていくことなんでしょうかね。愚かと、あのー、認知症とは違うと思うんですよ。あのー、それはあのー、一期一芸という映画がありましたね。あのー、トム・ハンクスがやった映画で。あのー、あの映画の中でですね、あのー、こういうセリフがあるんですね。バカなことをする人のことをバカと言うのよ頭で。頭じゃないのよと。 バカなことをする人のことをバカと言うのよ。頭じゃないのよっていうところがありますよね、あのシーンが。最初に出てきたのかな。あの、その、まあ、あの、トム・ハンクスが演じるその男はですね、まあ、知恵があんまりなくてですね、知恵遅れって言い方、ちょっときつい言葉ですけども、あのいわゆるその、まあ、いわゆるそういったタイプの人だったんですよね。で、それに対してお母さんがですね、素晴らしいお母さんですね、バカ、バカなことをするのが バカなことする人がバカなのよと、頭じゃないのよって言って子供は教えたわけですね。それで、その、いい言葉ですね。いわゆるその利口とか、そういうことを頭が切れるとか、そういうことじゃないんですよね。バカなことをするから、そう,そうバカなことを人,と人から見てねあの、外れたことをするから、バカというのよと、頭の良し悪して決まるもんじゃないのよってことを言ってますから、私はその言葉好きですから、あの、 自分の頭の中で何度も繰り返して使わして使ったっていうか、その都度考えたことありますけども、やっぱりバカなことするからバカな人っていうわけですよね。それはあの子供の世界でもそうなんですよね。非常に有名、有名な、頭が良くて有名な、ハマって一番、二番、一番のね、まあ、進学高校に通っててもバカなことする人いっぱいいますからね。いじめなんかでもすごいですよ。あの、ただパンクに、タイヤに穴を開けるんじゃなくて、あの、自転車をひねってリブを壊しちゃうようない,いじめがありますからね。 そういうのをバカ、バカなことするってことになるわけですよね。わかりますかですから、いくら頭良くたってね、そんなことすればバカなんですよ。しかし逆にね、頭が、そのいくらは、まあ頭悪くてもですね、あの、そのバカなことしなければバカじゃないんだよというふうにも解釈できるわけですけどもね。ですから、バカという言葉、あんまり、あの、ちょっと使い方は間違えないしい,かいけないし、あ,かあの、なんて言いますか、あの、解釈の仕方間違えると、ちょっとまずいんじゃないのかなと私は思いますけどもね。 まあ、要するに、えー、このような会をですね、もう一度考えてみますと、まあ。要するに、昨日から学び、今日は今日で生きて、そして希望を持つことだよということを教えているわけですね。そして重要なことは問,い問,う,問うことをやめないことだということを言うわけですよね。問,問,問い続けるということは大事なことですね。それはあの、あらゆることに対してそうでしょうね。 あの何でもいいから問題を身,近身の回りから見つけて常になぜど,どうしてなんだということを考えていくということが重要だということになるわけですね。まあ、ちょっと話がそれましたけどもあとまあ13歩ありますからもう一つぐらい確認いけると思います。では次の確認に行きます。これはあのアインシュタインの哲学ですよね。いわゆる We cannot solve our problems with the same thinking. we used to, when, we used to、uh, think ですね when we created them.、To. 要するに、私たちがね、その疑問、問題をね、作った時のその意識ではね、あれは思考、思考回路、思考 でではですね、私たちはそこにある問題を解くことはできませんよと、発想を全部変えなさいよという,ふういう意味なんですよね、発想ということは。いわゆるその何か疑問が生まれる、謎が生まれる、それに対して、えー、その謎が生まれたときの意識では、その謎は解けないよと。ですから、アインシュタインは同時に言ってますね。愚かな人というのは、あの同じ。 まあ、結果を求めてね、ぐる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 と同じところを回ってる人のことを言うんだよと。で、その、いつまでたっても、その袋小路、袋小路からね、外に出ることができない人のことを、愚かと言うんですよということを言ったわけですけども、それはインシュタインのね、素材性理論の発見を、その、学びますか、外からですね、まあ、歴史の中で垣間見ると、それはよくわかりますね。当時としては、それは大反発を食らったでしょうね。バカなアホだってことでね、もう、そのアインシュタインの発見というのは、すべてをひっくり返してしまったわけですからね。 それまでの既存の物理学というものをひっくり返してしまったわけですからね。ですから、当然大きな抵抗だというか、勢力に出会ったでしょうね。それで、その、おかしいおかしいと言いながらも、その中から一歩も外へ出られないで、どうしてだ、どうしてだということをやってるから、それを見たアインシュタインがですね、そのこう言ったんじゃないのかなと私は思いますね。いわゆるその謎が生まれた時の,その意識ではですね、その謎を解くことはできませんよということを、まあ、アインシュタインは言ってるわけですよね。 まあ、あのー、それは、まあ、私もその手前味噌になりますけども、今、謎の天と線をね、皆さんに、まあ、こうしてビデオで通して紹介してますけども、あのー、なぜだ、なぜだって、どうしてだ、どうしてだ、不思議だな、不思議だなって、あのー、そういう、それだけを繰り返してたんじゃ何もなりませんね。えー、よく、まあ、まあ、よく、まあ、テレビなんか見てると、時々そういうニュースが流れてきますけど、どこどこで何を発見、どこどこで何を発見。 またどこどこで何を発見不思議だな。どこどこで何を発見ってことであるわけですよね。そしてしばらくとテレビにでてきて、不思議ですね。何でしょうね。不思議ですね。こんなものあるの不思議ですね。よくこんなものにできましたね。不思議ですね。ってことを言いますけども、それじゃあ何にもその一本。 謎は解けないし、一歩もそ、その世界から飛び出ることはできないんですよね。ですから、まあ不思議だとかおかしいねとか思うのは、それはその人間の心ですから、それは素直な心だと思うんですけども、だったらその向こうへね、一歩踏み出さないとわからないということなんですよね。いわゆるその不思議だ不思議だと言ってるそのレベル、その意識のレベルでは、その謎を解くことはできないということですね。で、一歩外へ出て、 その向こうにある、なんて言いますか、論理ですね、theory、ロジカルな theory をその見つけて、そしてそれを組み立てていく、そしてその中から謎を逆に解いていく、またその自分のね、theory を使って別の謎を探し出していくっていうように、フィードバックしながら、そしてその謎を解いていくっていうことがやっぱり重要じゃないんでしょうかね。まあ だからって、林路線が正しいわけじゃありませんよ。まだこれからもまだ、本当にまだね、巨大な謎の山のふもとにたどり着いたって感じでね、まだこれから、まだまだこう謎を解かなくちゃいけないというふうに私は思ってますけども、まだまだいい道だっていうこともう、それは多いんですよ。もう本当にもう、これまだ、あ、初めはねあ、解き始めた頃、ああ、 解き始めた頃はそうじゃない。まあ、こ,この謎、特に300年かかるだろうなと思ってたので、ある時まで来ましたらね、割と簡単に解けるななんて生意気になったこともあるんですけど、またごく最近になってきたら逆になりましてね、まだその向こうにこんな謎があるのかって言って、うんざりするというか、もう気が遠くなるというか、どうしたらいいんだろうって言って、まあ、立ち尽くして呆然とするというところまでちょっといかないかもしれませんけども、それに似た感じは瞬間瞬間に覚えますね。ですから、やっぱりその、はい。 ってことになるわけけでですどどもね皆さんどううしょうか要するにまあアインシュタインというのはこう言って悩んでそしてそのまあ何て言いますかはいその意識いわゆるおかしいおかしいと思うんじゃだけじゃなくてやっぱりその向こうに何かを作り上げていかないとそして一歩踏み出てみないと 謎というのは解けないもんだなというふうには、また、あの、一歩踏み出していえばね、はじめ勇気が要りますし、あの、勇気が要るということは自分自身の勇気と、それからやっぱり世間の風当たりが強くなりますね。まあ、最近でこそ本当に少なくなりましたけども、あの、当初はもう本当に林博士、ゴール、まあ、アウトマインですね。頭のおかしい人間というもうレテラプターと貼られますからね、この世界。あの、いわゆるその、とんでもない、 アホだっていう感じですよね、まあ、そうしたその批判っていうのはもう残土か残ざかねイ、インターネット上でも言われましたし、まあそういうふうに言われるだろうなってことは覚悟してましたからね。まあ、気には、<laughs> 気にはして、私はあのあんまり、 気にしないんですけどもね、あの、いやんやとこう、まあ、告げ口的に報告してくれる人がいるんですね。私はあまり告げ口っての好きじゃありませんので、あ,あそうですかって言うんですけども、まあ、まあ、その方はその方でね、親切心でそうなさってくださってるわけですからあー、批判はできませんけども、要するにそういったものが雑音として入ってくるわけですよね。で、当初はやっぱり3年ほど前には、あのー、 本当に辛辣な人がいましたよ。近く、近くというか、長野県の <laughs> 方ですけどもね。あの、も、ま、う、あ、本当に口金にたらく人、どうして人を他人をこうまで国境を,を下ろせるもんだってことで、んで、そのあちこちのブログにね、林広氏は素人だ、と素人だ、ただの塾教師だ、なんてね、書いてましたからね。あんな男の言うことある、まあ、そこまで、それは書いてませんでしたけど、あんな男の言うことを聞いちゃダメだ、耳を貸しちゃダメだって言って、盛んに書いてましたしね。 で、その頃は私はあの自分の YouTube の中でその方を削除するという方法を知りませんでしたから、まあ書きたいように書かせておきましたけども、そんなに気になるならもう見なきゃいいじゃないかと思ったこともあるくらいでしてね。 あのまあ、そういう方もいらっしゃいましたけども、その方、お元気でしょうかそういう方がいらっしゃったおかげで、まあ、それが一つのバネになりましてね、現在の私があるわけですから、あのかえって今、今から見ればありがたかったかなというふうに思いますね。あのいわゆるその、そんなに、確かにあの当時はあの分かりにくいビデオを作ってましたからね、まあ、そういう人でも分かるようなビデオを作ろうというふうに考えたことはたびたびありましたね。そうした人でもね人、人でもというか、そうやって頭からね、まああの、批判する人でもね、分かるように、分かりやすいように、 そして、反論できないようなビデオを作ろうというふうに考えたことが、やっぱりたびたびありましたね。ですから、そういったものがバレンとなって、まあ、その、いい方に私を引っ張ってくれましたけどもね。うん、ということで、まあ、今日はあのちょうど1時間になりますから、今日のビデオ終わりますけども、あのー、最後に一言言うと今ちょっと思い出したんですけど、本当に日本という国はですね、水戸訪問の世界ですよ。皆さん、水戸訪問なんて私には関係ないと思ってるでしょ。たなところがところが、もう一歩外でいますとね、水戸訪問の世界なんですよ。それは、あの、考古学の世界は特にそうですからね。 ですから皆さんもどっかの高校館行って、それらしい質問して、そって下り顔で、下り顔って質問ですけどもね、あのしっかりとその質問なさってみてくださいよ。ちょっとしかみつらをしてね。そうしますとね、必ず向こうの方に、ね、学芸員の方、それは方は必ずこう言いますから、お名刺をいただけますかあれはミトこうなんですよ。わかりますかいわゆる名刺社会なんですよ。肩書き権威社会なんですよ。ですから、その名刺を見て、まあ、 こう博物館や家の方たちは相手を判断すするわけですよねで私なんかもそういう場にたびたび出くわしてるんですけども、私は名刺は持っていませんからね、そういう時には持っていこうなんて気はありませんから、ワイフがま時々持っていて、あなたこんな名刺があるよって出してくれることはあるんですけども、あの私は名刺持っていませんから、その名前ありませんって言うと、パラッと態度変わりますからね。それがいわゆるミトコームの世界だということなんですよ。いわゆるその名刺がノの文章なんですね。 青いの紋章。ね。三つ葉青いの紋章なんですよ。そして三つ葉青いの紋章を見せますと、ははーと言って頭を下げるでしょうね。そういう方に限って。 ですから、その、この考古学の世界というのは、ミトコーモンの世界であるということを皆さんに十分知っておかれた上でですね、そして、あの、日本という国はですね、まあ、ミトコーモンとは、あの、無縁の世界になったと言いながら、実はそうしたその心というのは、現在の、今も残っていますね。人間というもの、人というものをですね、それこそ、ボロを着てると、ボロに、ボロ人間に見られるということですよ。しかし私たちが目指す世界というのは、ボロは着てても心は認識なんですよ。 ね、十数万円の時計じゃなくても、私は2000円前後の時計以上は買ったことないんですよ。それは、あのー、すぐなくしちゃうもんですからね。あの物持ちがあまり良くないもんですから、あのー、2000円以上の時計は買わないようにしてるんですけども、えー、2000円の時計を持ってる方といって、私の心は認識ですからね、皆さん。ですから ねボロは着てても心は二色。それはまあいい服着られるに越したことはありませんけどもね。まあそういったその、人生活を目指しなさいよってことで冒頭になりましたけども、あの、そういったことをですね、どっかの社会学の先生が書いていらっしゃいますね。ですから、まあ集団の中に埋没して、そしてまあなんて言いますか自分を見失う一人より、あるいはその人人間の歌詞いうものをね、そういったその、肩書き地位で判断する社会ではなくて、中身を見て判断する社会っていうのはやっぱり大切だと思いますね。私なんか本当に、まあずっと、 あの身分的には、塾教師で通ってきましたからね。い今でも、まあね、あのー、3年前に、その、まえっと、名前ポッと言い始めいいあの、言いそうになりました。ごめんなさいね。長野県の,その方からね、辛辣な辛辣なもうコメントが、しつこくしつこく、もう本当にしつこく届,届いたんですよ。ねで、その時に、その方が書かれた言葉が、はっきり言えば、 中が塾教師のくせに偉そうなことを言うなっていうことを言ったんですけども、私はそういう立場でも、まあ40年近く叩かれてね、本当に。 最下層の職業の人間としてずっと見られてきましたからね。誰からもちあおやされるような職業じゃありませんでしたからね。まあ本当にそういう意味では寂しい。まあ私、寂しい。私自身は寂しいと思ったことありませんけどね。昔から一匹狼で、それこそ一人で生きてきたという人間ですからね。ですから、全然気にしないで、えー、今でも旅行するのにね、乗り合いバス乗られて、揺られるとね、一時間もかけてその場へ行くということは全然苦痛じゃありませんのでね。そういった人間、立場の人間なもんですから、まあ、 ある意味ではね、ボロは着てても、心は錦というような人生を少しは達成できたんじゃないのかなと思いますがね。まあ、それはそうじゃない部分もありますから、わかりません。それはね、まあ、いろんな方いらっしゃいますから、まあ、皆さんそれぞれの世界で、まあ、 自分に誇りを持って生きていくってことが大切じゃないでしょうか。私はそういうふうに考えます。ということで今日はアインシュタインの、えーね、言葉を集めてっていうかお送りしました。また続きもやっぱりやってみたいと思います。今日はあの実はね、あのこうしたビデオダイヤル出す必要ありませんけども、まあたまたまね今日時間がありましたし、まあ花火大会も行けないということで、まあ今日はうちでこのようなビデオを作らせていただきました。最後までお聴きくださいましてどうもありがとうございました。それでは皆さん、バイ。